マネージャーよ。はい。こうむっちゃガッシュっぽくない？金色のガッシュベルっぽくない？これ。ザケルってことですか？ザケル燃えるからやられたら。やめてください。というわけでですね、はい、今回もお遍路企画でございますが、9番札所、法輪寺にやってきております。はい、ついにね、一桁札所も、ここが最後やということなのですが、なんかね、この入り口のとこね、はい、今まででもかなりなんかこう由緒ある感じがしませんか？そうですね、木造の完全に木でね、組み込んだ感じの古いお寺やと思いますので、はい、早速中の方に入って行ってみましょう。はい、つけてますよ。そう、ちょっとやめてよ、やめてよ、消えてみながら音もバレたし、もう最悪。もうちょっと一回一回出直そう。9番名物の草餅。草餅。こう腹減ったからやっぱりあのお遍路さんたるもの。そうですね。こういうのも必要ですね。そう、糖分も入れて、はい、しっかり回っていくことが大事やから。はい。全然開かないじゃないですか。しかもね、あのお釣り、はい、10円玉20枚返ってきました。ちょっと邪魔やなこれ棒。ちょっとお菓子もらおう。ね、すまんな。というわけで、はい、9番名物草餅いただいてみます。はい、でもこういう系絶対うまいから。いやでも硬そうじゃないですか。いやいや、うまいうまいってどう。あ、美味しいですか。むちゃくちゃうまい。お、いいですね。9番札所はもう飯屋やね。そうです、グルメですね。グルメ寺やね。全然境内取れ高ないですし。まあ確かに今日は切り上げるの早かったね。はい。ということで、ちょっと待ってもらっていい？美味しかった。というわけでね、今回9番札所、法輪寺、ね、あの、ご朱印いただきましたんで。はい。なんかかっこいいですね、今回もね。毎回このロゴが違うという。うん、なんかジーパンとかについてたらいいなと思うようなロゴですよね。リーバイスじゃないんだから。いやもうおしゃれやから徳島の札所っていうのは。はい、というわけで、次いよいよ2桁番目に入ります。これがですね、10番札所桐畑寺という。桐畑寺、桐畑寺なんか言いにくい寺多いな。桐畑寺みたいな、感じなので、ここからお遍路企画さらに進化していくと思います。なので皆さんご期待ください。なら行きましょうか。まあ、最初はね、お釣り10円20枚来たことに対して
なんでよと思ったんですけど、今思えばね、これ実は、お遍路動画を見よってね、あの人が。ほんでこれは再選にしなさいと、そういったメッセージが込められていたら、みんな楽しいですよね。ありがとうございました。